超今更ですけど、なんか飛び方のコツが分かってきたかもしれないですね。もしかしたら気のせいかもしれない。ちょっと自信ないですね、今。今日いい感じで晴れてるんで、絶好の旅日和ですね。実はマップもっと広くなる予定とかあんのかな。あ、踊ってくれてますね、一緒に。あららら、危ない危ない危ない。ダメダメダメ。今ダンス中だから。超今更ですけど、なんか飛び方のコツが分かってきたかもしれないですね。例えば、ただ滑空してるとこんな感じなんですよね。でも、急降下？急降下してその後滑空するとめっちゃ速く飛べるんですよね。こうなんか SE 風を切ってるような音がするから、多分これ急降下の効果で、急降下の効果って効果がいっぱいあってよくわかんないですけど、あの急降下したことによって早く滑空できてるんでしょうね、きっと。なるほど、こうやって飛ぶといいのか。思えば第1回目の時に、チーム組んでくれた人、めちゃめちゃ移動スピード速かったんですよね。で、時々こう上がっては急降下して飛んでたから、あ、まあ今のちょっと失敗ですね。急降下失敗だな。どうやってやるのがいいんだろう。うまいことできてない。もう一回チャレンジしますか。これで急降下して、なんか早く飛べてる気がする。気のせいかな。もしかしたら気のせいかもしれない。ちょっと自信ないですね、今。なんかコツが分かってきたような気になってたけど、もしかしたら気のせいかもしれないですけど、ちょっともう一回、何もしない、急降下しない時の滑空、気のせいかもしれない。いや、どっちだろうな。急降下もう一回してみるか。急降下した後に、羽ばたかないで滑空してるときって、なんかやっぱ SE がつくんで、何かしらのバフを受けてるんだと思うんですよね。ここで、こうですね。どうですかね。誰か正解知ってる人いたら教えてください。というわけで、無事生体にもなったんで、ですね、もうちょっと旅してきますか。とにかくちょっと人と会いたいですよね。最後一人ぼっちで終わるのは寂しいんで。じゃあですね、他のプレイヤーを探しながら、ちょっとゴンドワの中を旅していきますか。今日いい感じで晴れてるんで、絶好の旅日和ですね。あー、美しいなー、この景色。めちゃめちゃ素晴らしいですよね。こんにちは。あー、ちっちゃい恐竜さんだ。敵意はないよ、見てるだけです。お仕事してるとこちょっと見てるだけです。やっぱこう可愛い恐竜さんはちょっと襲えないですよね。可愛さって正義ですね。例えばこの翼竜ってどこまで上昇できるんですかね。ちょっと試してみようかな。どこまでもいけちゃうのかな、スタミナが続く限り。ちょっとこの山のてっぺんめちゃめちゃ高いところだと思うので、ここでスタミナ回復してどこまで登っていけるか試してみようかな。
OK、スタミナ回復しましたね。よし、じゃあ飛んでみて。で、このまま、ちょっと上昇してみますか。どこまで行けるんだろう。ああ、模様綺麗だな。これ鮮やかで。すごいですね。なんかちょっとコウモリみたいな感じですね。まだ上がってるかな。上がってる気がしますね。スタミナこれまだ全然減ってないですもんね。まだまだいけるな、きっと。ちょっと比較対象がないので、いまいちこう上昇してんのかが分かりづらいな。分かりづらいけど、ちょっとずつ上がってる気がする。どうしよう、このまま宇宙まで行っちゃったらどうしよう。あ、今ここが限界だな、多分。なんか体の向き変わりましたもんね。で、これ以上上がってる感じがしない。じゃあ限界高度があるんだ、一応。え、ここが今一番高いとこから見下ろしてる、今度はだということですね。あー、なるほど。あっちの方にも島があるけど、あれなんだっけな、何が見えてんだろう。あっち、実はマップもっと広くなる予定とかあんのかな。なんか見えてますよね、大陸的なものが。一回チャレンジしてみる。多分上昇してるんですよ、この時は。で、ここで終わるんで、やっぱここが限界高度なんだな。で、急降下して、あ、やっぱこれスピード速くなってるな。なるほど。他の恐竜さんいなそうですね。こんにちは。こんにちは。わ、ちっちゃ。こんにちは。すごい迫力だな、やっぱ。あ、これ乗ってるだけですね。よし、運んであげよう。あれ、降りちゃった。
ってる？そんなこともないか、なんかダンスしてます。あらら、でも噛みつかれてる。いや、どっちなんだろう、この殺伐としてんのか遊んでんのかが分かんないっすね。焼き鳥も踊っとこ。あ、踊ってくれてますね、一緒に。あららら、危ない危ない危ない。ダメダメダメ、今ダンス中だから。平野がだいぶ荒ぶってますね。下がっとこう、怖いな。あ、みんなに噛みついてる。これわざと傷つけてんのかな。みんな反撃する気もないですもんね。焼き鳥、あ、焼き鳥も記念ガブリですね。記念ひとかみ。あ、いや、一応痛くないな。骨折はしてるけど、ダメージはそんなに負ってないから、これ記念にみんな噛んでもらってんだな。なんかご利益があるのかな、噛んでもらうと。ティラノに噛まれるといいことがあるみたいな。ここで踊ってよ。あ、みんな噛んでもらってる。そういうことだな。よかったよかった、戦わないで。ヴィラン様を称える踊りをしてよう。ここでこの翼竜さんとこのトリケラみたいなやつってチームなのかな。なんか守ってますね。あ、そこになんか模様が綺麗な恐竜さんいる。ちょっと見てみよう。あ、その奥にもなんかすごい真っ青な恐竜さんいますね。よし、じゃあ焼き鳥の羽を見せてあげようかな。これでも威嚇だと思われて攻撃されるかな。それはそれで悲しいな。威嚇じゃないよと。一見殺伐としてるように見えて今日は平和ですね。じゃれ合いって感じで。うん、来てよかった。いろんな恐竜さん見れたしな。ティラノに記念にひとかみもしてもらったし。ああ、そんなとこで休んでる。これ登れるかな。あ、登れた登れた。こうでちょっと下がる。こうかな。で座ると。鳥系同士ですね。まあ、ちょっと焼き鳥の体浮いちゃってますけどしょうがない。今日もインパクトクレーターにちょっと顔出してみますか。あ、さてさて今日はどんな感じかな。あ、今日も恐竜さんいますね。翼竜さんもいる。
あ、結構いますね、今日。戦ってんのかな？戦ってますね。なんか殺伐としてるな。お肉おこぼれに欲しいけど、やっぱ近寄らない方がいい気がする。ちょっとこの上から高みの見物といきますか。翼竜いっぱいいますね。あ、綺麗な模様だ。あー、翼竜さんやられてる。あららららららら、翼竜同士でバトルしてんのかな。あー、じゃあ危険ですね。どっか移動した方がいいかも。あぶねえあぶねえ。おお、攻撃してきた。退散しよう。今日は殺伐としてる感じですね。あぶね、まだ追いかけてきてる。追いかける方が早いんだな。よし、ならば焼き鳥も。あぶね、あー、これやられちゃうな。おお、相打ちかな。いやー、ひどい目にあった。あー、ちょっと巻き戻っちゃいましたね。この翼竜さんがさっきの翼竜さんかどうかわかんないけど、攻撃していこうかな、腹いせに。うわ、さっきの勝ちとかな、やっぱ攻撃してきましたね。すごいな。えい、これはまたどっちかが死ぬまで戦いが続きますね。あー、やられちゃうかも。うわー、絶対さっきの翼竜さんですよね。あー、これだいぶ戻されちゃったんじゃないかな。あー、だいぶ戻されましたね。あー、クエストやってご。
はい、というわけでハセゴプテリクス編いかがだったですかね。今回のシリーズはこの辺で終わりにしようかなと思うんですけど、翼竜の魅力十分伝わりましたかね。今回もいろいろチーム組んだりとか楽しくプレイすることができました。またですね、引き続き、パスオブタイタンズシリーズ動画撮っていくのでお楽しみにお待ちください。そしたらこの後はちょっとひたすら飛んでるシーン入れようかな。じゃあ今度はぐるっと一周してきます。それでは、お付き合いありがとうございました。焼き鳥でした。The